こんにちは、クリッカーリンハイです。5月4日に行われたスーパー GT 第2戦2019オートバックススーパー GT ラウンド2富士 GT500km レースの決勝レース、 GT500 の15番手からスタートという厳しい始まりとなった64号車モデューロエプソン NSX GT。 この日の富士スピードウェイは前日の快晴から一転しての雨模様。それもスタートしてからはもっと強く降るのではないかという予想のもと、スターティンググリッドに並んだ状態でレースコントロールからウェット宣言が提示されます。そのためグリッドウォークの最中にレインタイヤに交換するという作業が行われます。そしてスタート時には雨が激しさを増し、セーフティーカー先導によるレーススタート、3周目までにはセーフティーカーも退き、レーシングスピードでのレースとなっていきます。しかし牧野忠介選手はハードウェットのレースに手こずり、順位は変わらずのまま進んでいきます。12周目にセーフティーカーが導入され、15周目に赤旗提示でレース中断となると、それまで開いていた差は一気に縮まり、下位にいたモデューロエプソン NSX GT にとっては若干有利なレース展開となります。レース再開後、ナレイン・カーティキアン選手に交代。ウェットから徐々に乾き出した路面の難しい場面をスリックタイヤで担当することになります。そんなハーフウェットの中でその時点でのファステストラップを叩き出し、この難しい状況でマシンを壊さずに順位を上げながら再び牧野選手につなげたことで、後半に牧野選手が見せる追い上げを見事にサポートしたのです。完全にドライコンディションとなったレース終盤、ここからの牧野選手の追い上げは凄まじいものでした。次々とライバルを抜き去り、10位でチェッカーをくぐり抜けていきます。牧野選手はレースを振り返り、自分たちの予想から考えると今の自分たちのポジションやレース内容的にもスリックでは少し良くなったのではないかと思います。また中島悟総監督は、ウェットからドライへとコンディションの難しいレースでしたが、2人のドライバーが頑張ってくれたおかげでポイントを獲得することができました。このレースで得たものを次のレースにつなげたいと思いますとコメント。2戦連続でポイントを獲得したモデューロエプソン NSX GT、 次戦の鈴鹿はチームにとっては2017年に優勝を果たしたことのあるサーキット、再び表彰台に上がることを期待してやみません。